には放送局が自放送局の聴取あるいは視聴エリア内に向けて流す情報番組でありローカル番組の主要部分を指す。本記事では NHK が各放送局向けに放送するテレビラジオ番組の放送枠について記す。テレビ放送では総合テレビでラジオ放送はラジオ第一と f m にて放送される。NHK は1972年度の 番組改正で週1回30分間の地域情報番組の時間を設けた。これは地域の身近な話題や文化を題材に地域の視聴者の要望に応える情報番組を開発する目的で開始した。当初は日曜日の午前、金曜日の夕方に設けられた地域が大半だったが、九州ブロックのこんばんは九州のみ、ゴールデンタイムにあたる。 木曜日の19時30分から放送した。翌年の1973年度は関東と東北を除き、九州と同様に木曜日の19時30分からの放送に移行した。しかし、島刑事の会長在任時、合理化などにより地域情報番組は縮小され、近畿地方と東海3県では、府県域の番組が消滅した。それらが復活し、全国で 地域情報番組が再び盛んになったのは、海老沢ワ活の会長在任時に入ってからである。その海老沢が一連の NHK 不祥事で退任し、橋本源一の体制となってから、再び合理化によって、地域情報番組は縮小傾向にある。中には、自局政策を事実上放棄してしまったも、同然の壺がある一方、長時間アイド番組で、 地元民放と互角の戦いを繰り広げているところもあり、NHK 内部の地域間隔差が拡大して、結果的に NHK 全体の制作能力が低下しているとの見方もある。さらに2013年度になると、受信料の値下げや東日本大震災の影響で、地域放送の枠自体が削られた上に、テレビからラジオへのシフトが全国規模で強力に進められた。なお、 NHK 公式サイトである NHK オンラインに掲載されている番組表では全国54局別に地域情報番組の内容を確認できる。以前は総合テレビのみの対応だったが2010年4月5日よりラジオ第お及び FM 放送についても地域情報番組の内容を確認できるようになった。以下に掲げる番組はいずれも 突発時の臨時ニュースに差し替えられた場合、番組自体は休止となる。2021年度分、総合テレビでは平日を中心に放送される。2016年度枠が大幅に減らされた。2020年3月から首都圏向けの番組がネット常時同時配信の NHK プラスにて日本全国で視聴可能になった。さらに同年4月7日に 日本政府が新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が7都府県に発出されたことから4月13日から7月3日まで平日10時の NHK ニュースを30分に拡大し平日のおはよう日本のローカル枠の新型コロナウイルス関連ニュースの実写放送を行った18時台は平日18時10分からローカルニュースを放送土曜日曜 祝日は18時45分から放送。20時代は月曜から金曜まで20時45分から放送。また2018年度からは平日18時代でもお盆期間や年末でも一部地域では祝日同様18時45分からのブロックニュース、気象情報となる地域や県域の放送を堅持するつぼねと対応が分かれる地域が出てきている。 2021年度当該枠は2020年度まで東京発のつぼねがあった。18時52分から2分間は全国の天気の先に放送し、18時54分に飛び降りて各局ごとの構成に戻る形となっていたが、年度変わりで東京発の全国天気を廃止した。東京発の天気をネットするつぼねはすべて自主制作に切り替えている。 2016年度改編で大きくいじられた枠である。平日の15時台における一部地域と、金曜日の19時30分から20時までの枠に、おいて、地域番組を放送する。金曜日の番組は、ブロック共通のものと、各放送局ごとのものとがあり、各放送局の編成が優先される。1980年代には、木曜日夜に編成していた。ゴールデンウィーク。 お盆、年末年始といった連休の時期や祝日などに、キャンペーン特番や NHK スペシャル、スポーツ中継などが編成される場合があり、その時は全国共通ネットの番組を優先する。2015年度までは20時代にも編成されていたが、2014年度以降徐々に全国番組がはめ込まれ、2018年度からはチコちゃんに叱られる、を放送している。 なお随時プロ野球、J リーグ中継や地域特集の拡大を行う週もある。2019年頃からは20時代は再び地域、放送番組に差し替えることが増えている。この時間帯で放送された番組は、各地域では翌日以降再放送するほか、後日、NHK 地域局発、ミッドナイトチャンネル、零々押し、などで全国放送される場合があるほか、 海外向けテレビ番組配信の NHK ワールドプレミアムでも、下記の地域番組の中から抜粋して放送されている。また、四国地方以外の各ブロックで随時、NHK プロ野球のローカル中継を行う場合、デジタル総合では、マルチ編成を行い、メインチャンネルで中継がない場合でもマルチ編成に、チャンネルにあたる CH012 で中継を行う。 ブロック共通番組20時台の番組は19時30分から放送する場合がある。放送局別編成上記枠では収まりきらない夜間などに独自編成を行っている地域がある。以下、その一覧を示す。ラジオ第一では5時台から23時台にかけて拠点放送局からニュースや交通情報を放送している。主に毎時55分から5分間の放送が 中心である。なお、11時台は局により11時50分 -12-00、18時台は18時50分 -19-00、19時台は野球中継や特別番組がない平日については19時30分 -19-40 に行われている。原則として、ローカルニュースと天気予報であるが、直近25分以上のワイドニュースがあり、 かつその直後にローカルニュースが組まれる関係で6時55分 -7-00、11時50分 -12-00、12 00および土日曜と祝日の18時50分 -19-00 の時間帯は、ローカルニュースを組まず、気象、交通情報と、館内自治体、地域団体、各放送局のイベントのお知らせに充てるつぼねも多い。 また以上の3つの時間帯は FM でも同時に放送され、中波県域局のない県、地域は FM で、独自の地域情報を編成している。また、2017年度から20時55分 -21、00については、ローカルニュース、天気の放送は行わず、東京から全国の天気、高速道路交通情報を編成する形に変更された。 早朝に放送されている、毎朝。では、以下のように放送されている。平日夕方に放送される、日本列島夕方ラジオの放送時間帯などに、以下の番組を差し替えて放送する。曜日に特起がないものは祝日などを除く、毎週月曜日く、金曜の帯番組。FM 放送は、ラジオ第一の同時放送にて、地域情報を放送している。 FM 独自放送は以下の通り。なお、ローカルニュース、気象情報が中波、ラジオ第一と同時放送される時間帯で、東京都、愛知県、大阪府の放送は、中波は広域放送であるため、実質的には探検放送ではない、東海、近畿の地域放送と同じである。各となる時間帯。 特に期日なき場合は18時50分までの50分間放送。いずれも祝日は特別番組などの放送のため休止となる。FM は県域単位での放送であるため、広域放送の地域であっても、それぞれの府県別の内容に差し替えるつぼねもある。かつては土曜日夕方の FM リクエストアワーと並んで各都道府県別の 夕べのひとという番組が編成されたが、その後は一部で地域単位での編成にシフト、さらに2012年に入ってから地域放送の枠を廃止し、東京からの番組のネット受けに変更した地域が大幅に増えた。2013年度改編においては、中波の夕方の地域放送を拡大させた影響もあり、神奈川県、埼玉県、石川県、三重県、 関西地方を除き終了させた。この規模縮小の中で、関西向けでは、全国的に唯一、16から17時台のラジオ台、1と18時台の FM の2つの地域情報番組を、帯レギュラーで2017年度まで並列編成していた。上記以外の地域とネット配信サービス2社は、東京から夜のプレイリストの再放送を送っている。関東地方では、 平日の正午前に情報番組を組むことがあった。これはいずれも総合テレビとラジオ第一での検疫放送ができないことによる。これらの地域は現在テレビは中継局のみしかなく、中波ラジオに至っては中継局がない。2010年4月現在、千葉放送局のみで平日11時台に地域情報番組が組まれている。なお、 通常この時間帯に放送される、方角のひととき、老曲18番、弾き語り法有、方角ジョッキーは、ネットラジオ、もしくは、翌日午前5時台の再放送にて聞くことが可能。他に次の時間帯のローカルニュース、天気予報を放送する、時間帯に、県別編成をすることがある。ありがとうございます。